こんにちは、シーバードです、今日も僭越ながらヒデさんのギターを弾かせていただきます。よろしくお願いいたします。今日はですね、フィッシュスクラッチフィーバーをやっていきたいと思います。ヤズーに入っている楽曲ですね。チューニングはですね、レギュラーチューニングのドロップチューニングになります。まずこの動画ではイントロからサビの終わりまでいきたいと思います。でソロからその後はまた次の動画でやっていきたいと思いますので、まずはリフをしっかりとやってみてください。では早速イントロからいきたいと思います。フレーズなんですけれども、フランジャーをかけています。フランジャーをかけて6弦の10と8を使うんですけども、18 8 18 8、最初だけ18から入るんですけれども、その後は18 8 18 8、フレーズになります。というふうなフレーズですね。でこの後からドラムが入ると同時に、というふうなフレーズになります。これはですね、5、6弦の5フレット8 9 10を使っていきます。で9を使うのは最初だけで5 8 9 10といくんですけれども、その後は18を行き来して5 8 10、というふうな感じになります。ですけれども、ここはですね、5弦の6で4弦3弦2弦の8フレットを小指を足します。小指は2弦の9で、今度は4弦3弦2弦の3フレットを人差し指で押さえて、中指で2弦の4フレット、っていうふうなイントロになります。ここから A メロなんですけれども、5、6弦の10でブーンをやった後、で休符が入ってくるんですけれども、ここはブラッシング鳴らしちゃったりもしても全然いいと思います。
というふうな感じなんですけれども、まあ、いろんな技をここでは駆使していろいろ使ってるんですけれども、ちょっとデモ演奏で弾いた動画も上げているので、ぜひ参考にしてみてください。まあ、いろんな技をですね、自分なりに使っても面白いと思います。で、B メロなんですけれども、というふうにまた A メロに行きます。 B メロはですね、まあ、これだけなんですけれども、5弦のですね8のパワーコードから6に行って、というようなメインリフですね。で、また A メロ。で、2回目の B メロですね。ちょっと長くなります。というふうなフレーズでサビに行くんですけれども、違いはですね、というふうな感じで A メロの A メロというかイントロのリフがですね B メロの後に入り込んできます。なので B メロで、なんちゃってもまれてなんぼっていうところですね。っていうふうな感じでサビに入っていくんですけれども、サビに入る前がすごくかっこいいです。5、6弦の53ですね。で、最後が4弦3弦の3フレット。若干ですね、若干だけチョーキングするとまたニュアンスが出ます。若干ピッキングハーモニクスも入れていくともっとかっこいいです。サビはこういうフレーズですね。というふうな感じなんですけれども、というふうな感じなんですけれども、5弦6弦の18で、3、4弦の8で、5、6弦の10で、またイントロと同じ
というふうな感じのイメージです。でこの後はソロになるんで、またそれは別の動画、この次の動画で上げていきます。次の動画はソロとエンディングまでの動画になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。